先日電気グルーヴさんのライブにね、はい、行かせていただいて、ずうずうしく打ち上げにも参加させていただいたんですけど、ちょっとそのねメンバーがその行こうとしてた人が行けなくて、急遽どうしようと、あと1人何しろツイッターのリプで4人で取り置きしちゃってるから、さすがにこれ3人で行くわけにはいかないしみたいなので、猫の人の舘野さんに一応連絡してみて、もう正直最終手段としてまあ暇だろっていうのと、まあ友達、長年の友達ということもあり、舘野さんちょっと空いてますかって言ったら、いや空いてますよみたいなって、あの電気グルーヴさんのライブもしよかったら一緒に行きませんって、ああいいんですかみたいなって来て、いやあの舘野さん電気グルーヴさんのこともともと好きで、でも僕それ知らなくて、あの最終手段として舘野さんを誘っただけなのに、舘野さん的にはこの話が出た時からずっともう行きてーっていう気持ちあったらしいんですよ。でもさすがに言うな、ズーズーしいしっていう、だからよくよく考えたらあの人もとはいえライブも結構出てるし、バイトもたくさんしてるのに、あの日空いてたってことはもしかしたら空けてたのかも、可能性もあるぐらい本当に行きたかったらしく、空けてた可能性あるよな、わかんないですけどね、偶然空いてて、で来てね、やっぱ案の定誰よりもテンション上がってましたからね。上がってましたね。いやなんか連れて行きがいがありましたそうですね、すごいよこれ、すごいよみたいな、すごいことだよみたいな、まあ確かに僕らは一体当事者だし、その緊張もしてるし、なんかそのどっか客観視できない部分はありますけど、客観的に見てると確かに舘野さんのリアクションになるだろうなぐらいの出来事ですから、すごいことだよ。僕らもまずその怖さみたいなのもありますね。そう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 、嫌われちゃダメだとか、粗相があってダメだみたいな、それをやっぱ舘野さんなぜかわかんないですけど俯瞰で見つつ、まあ自分も結局それな、そうなんですけど、打ち上げに行くって決まった後にそのゼップ東京出た時、舘野さん人一倍声でかかった。そうそうそう打ち上げ行くってすごいよみたいな、お台場に響き渡った。そうそう、すごいことだよこれ、本当に写真撮ろうよ、なんでってなってなぜか僕らの今撮るってどういう意味なんだろうって言って、写真撮ろうよ、ほんま撮るかしな。いやその本当にそれでなんか歩いてるとこ撮って、はい、うん、これはすごいよ、すごい瞬間に立ち会えてるよみたいな、まあ確かに本当にすごいことなんですよ、うん、それこそいろんな方ね、ミュージシャンの方、音楽関係者の方いらっしゃる中、わかんない僕らが行ってね、そうだってあんな話すことなんてないですから ね、写真も撮っていただいて、で舘野さんも、まあ、あの写真一応ちょっと言う方すみません、あのね、この人と舘野って言うんですけど好きなんで一緒にいいですかって言ったら、ああいいよみたいなんでね、心よく写真も撮って、みんなで撮ってね、みんなで撮ってね、本当にいいことでしたから、テンション相当上がってましたね。ずっと噛み締めてると思いますよ今も。あれから舘野さんに会ってないですけど絶対今も噛み締めてるでしょ1週間経ちましたけど、いやずっと噛み締めてるとは思いますよ。なんでまあまあ、よかったですね。確かに連れて行きがいがあるぐらいな感じでしたね、喜んでくれてよかった。そうそう、まあ本当にその音楽ライブとか我々ほとんど行ったことなかったんでね、ああいう感じなんだっていうのありますし、もしねよかったら我々単独ライブやること決まってますんで、ぜひね見に来てほしいですからね。そうですね、まあそれは一応ご予定がありますし、来てほしいですね。我々もやんなきゃという感じですよ、あ、やっぱ電気グルーヴみたいになりたかったなっていう気持ちになりますね。なりたかったね、ああいう年の取り方したいよな。まあ本当にそうですね、かっこいいおじさんですからね、ま、でもこの状態からではもう無理だろ、そのどんだけ急ハンドル切ってもいけるかなどうだろうな。でもああいうなんかこの人に対する優しさとかかっこよさみたいなのは持ち続けることはできますからね。できるかな。お前は無理だよ多分、そのなんかあの時も思い出したけどなんかあったいやなんかちょっと漠然とですよ、漠然とですけど、その卓球さんとかといろいろこうお話ししてて、なんか結構いい話っていうか、ふざけてる中に確信つくようなこととかポロッとこう言ってる時になんか、その通りですみたいな感じで言ってけど、でお前分かってねえしというか実行にも移さねえだろうし腹立つなと思って、いや感化だけはされる、感化だけはまあされるか、やるかどうかはさておきね、感化のみ、体動かんカチカチじゃけ、感化のみされますからね。でも あと多分売れたらもうあんな風にはなれんわ俺。お前はもう調子乗りまっしぐれだろ、調子乗りまっしぐれ、金ぶわーつこうてな、多分不倫とかして普通に終わっていく気をつけろじゃあ
でもそうだろうな、あの嫌なやつ、嫌なやつになるわけですからね、うん、性欲もあるけん、そこそこそのじゃあ嫌なやつになる様をね、ここでぐちらじぐちらじでも配信していきますんでね、本当にダメなことやって多分終わる。いや気をつける、お前の足引っ張ってそれは別にもうすでにされてますから。あ、そっか、その鉛がどんどんでかくなるってことでしょそうそう何の話なんていうの、まあまあ、あのまたね、ええ、何か電気グループさんのと見に行かせていただくことありましたらね、行きたいです、ぜひ行きたい、本当に行きたいですよね、本当に行きたい、もう最高でしたからね、うん、まあ本当にありがとうございましたという気持ちですね、そうですね。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランド井口の愚痴ラジー。